ここにこうジャンパー巻いてったんじゃない？いや、反対した人が来たみたいな感じで。開いちゃうけど怖くて。違う。違います。松葉杖ついてった。ああ、違う違う、心配させたじゃない。違う。でもそう、何かを使ってたよね、やっぱね。何か使ってるよね。うん、どう使う？ホースをこう回してる。キュン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 って。なるけどね、変な音なるけどね、宇宙っぽい音なるけど。ただ、加藤さん。はい。もうどんどん近づいてきてるの。そう、音が鳴るあるものを使いながらどんどん、音が鳴るもの、音鳴るのよ。あ、たったかなー。パレードの中で道開けなきゃってなりません。鼓笛隊じゃない。鼓笛じゃない。もっとシンプルに簡単に音が鳴るもの。あ、でもそれ、うんうん、もっと簡単にシンプルに音が鳴るっていうかね、うん、まあるものについてるものを外してまで使ったんだよね。あるものについてる鈴的なもん。なんかあ、いいよ加藤さん、来てるよ。鈴的なもんだよね。鈴的なもん外して、本来それだけで持ってる、歩いてる人いないけどね。あ、なんかあれか、それじゃない、ペットの首の鈴。あ、違う違う、つけてる。やべえ、怖い怖い、ドラえもん的な。そう、危ない人たちが、それじゃ、あのね、音をね、その音を鳴らして、まあ、別のとこについてるときにそれ使ったら全然普通なんだけど、うん、歩いてるときにそれ持ってるってのは不思議だなってやつよ。さあ、あ、あれか、あ、それ、ね、クマとかのあのガンガンをガンガンって、北海道ならではの答え。音、残念。え、あれもしかして痴漢の、うん、違う、正解これだったんです。痴漢だじゃん。痴漢だったんで、いつも大変なことになってるんですよ。正解はいつも僕はポケットにあの自転車のベルを持ってまして、それでこうチリンチリンって鳴って、あっという間左右に分かれる文字の中を取って、がさすが、それ自分の自転車のベルを取ったんですか。そうですね、家にあるやつを取って。そう、さすがだね。みんなでこう、なんか喋りながら歩いてる、あれが嫌なんだ。逆に目立っちゃいますね、その中通って自転車いないの。毎日じゃないです、もうここぞという時チャレンジャレって鳴らしたと僕隠しますから。誰かわからない。早くから来たら自転車乗ってもうね。それいつも持ってるんだ。ということで正解は自転車のベルを持ち上げて鳴らしていただきました。いや、すごい作戦ですよね。すごい。あ、自転車来たと思って開くということでございます。素敵だね。さあ、舞台構成演出、ダンタさん、ゆうかさん出演の舞台、不思議、彼女が嘘をつく理由は昨日から開演中でございます。協力の成功、頑張って。私また明日です。さよなら。